お入りください。失礼します。夏美さんの具合はいかがですか？いいわけないでしょう。ちょっと！起きた直後にすみません。少しだけお時間いただけますか？君吉、夏美さん。あんたね、夏美がさっきどういう思いをしたのか分かってんのか？理解はしています。ただ、これも仕事なので、ご協力をお願いします。冗談じゃない。とっとと帰って。千里ちゃん。できれば、二人だけでも、いいですか？夏美、そんなこと。ええ。私もその方が助かります。夏美さんのお体の負担にならないように努めますので、よろしいでしょうか。千里ちゃん、大丈夫だから。大丈夫？平気です。多分。いろいろと、あなたには聞きたいことがあるんだけど、辛くなったらすぐにやめるから遠慮なく言ってね。あ、座ってもいい？どうぞ。ごめんなさい。あなたには乱暴な真似をしてしまったわね。首は平気？ええ。あのまま叫び続けていたら、あなたの喉が潰れそうだったから。それに、周囲に混乱が広がるのを止めるために、手荒なことをしてしまいました。やりすぎは認めます。いえ。さっきの子、佐伯さんには随分と責められたわ。万一のことがあったらどうする気だ。責任なんて言葉で片付けるなってね。まさに正論だから、抗弁のしようもなかったけど。そんなことは、でも私、よく覚えていないんです。センターの前にパトカーがたくさん止まってて、そこにいた刑事さんに話しかけたところまでは思い出せるんですけど、そこから先は、なんだか、ぼんやりしていて。精神的ショックからの一時的な混乱があるのかもね。でも、無理に思い出す必要はないから、今できる範囲で大丈夫よ。はい。でも、あの…山瀬さんは、本当に、亡くなったんですか？え。
警察が駆けつけた時にはもう心停止状態だったわ。鑑識の話だと後頭部を激しく殴打されてほぼ即死でした。そうですか。苦しまずに絶命したからまだ良かったなんて聖者のざれ言ね。犯罪を未然に止められなかったのは私たち、いえこの場合は私一人のミスです。謝って済まされるものじゃないけど言葉にだけはさせてください。ごめんなさい。正直私は甘く見ていた。畠山氏は温厚な人柄だって聞いていたからまさか強行はないって勝手に思って、もう少し監視を強くしていたらこんなことには。畠山のおじいちゃんはどうなりましたか？それを聞いてどうするの？別に何もないです。でも刑事さん、この後私に尋問するんですよね。だったら刑事さんもご存知のことを教えてください。私もう関係者ですから。約束できる？辛い話になるけど、それでもいいの？はい。畠山一馬容疑者は朝の11時前後に介護士控室に侵入。そこで通話中だった被害者の山瀬和子に対し、部屋に備え付けの消火器を振り上げて後頭部を殴打し殺害。鑑識の話だと直接の死因は後頭部への殴打による頭蓋骨陥没と頸椎損傷。平気？やっぱりやめましょうか？いえ、大丈夫です。続けてください。
それから容疑者は洗い場の食器棚から文化包丁を入手して、しばらく滞在の後、センター内の自室に逃走。そして12時37分、その室内にて自傷行為に至る。すぐに通報を受けて急行した警官隊が突入、確保して救急医を呼ぶが、出血がひどく、13時51分に死亡を確認。以上です。君吉さん？あ、すみません。自傷行為と今刑事さんは言いましたけど、それも包丁ですか？いいえ、文化包丁は自室に戻ってすぐ窓から投げ捨てられたわ。凶器は爪よ。爪？そう、こう喉に指を突き立てて、力を込めて何度も引っかいたの。皮膚とその下の肉が裂けるくらいにね。うん。それもそうね。ただ容疑者が精神的に錯乱していたのは目撃証言から考えても事実のようだし、実際に私が以前会った時にもお社様崇拝に妄執するなど異常行為が見られた。だから非論理的な根拠によってそれを説明することは困難だと判断しました。でも これでいいかしら？それじゃあ私からの質問。今言ったお社様についてよ。お社様？そう、稲見沢村に古くから伝わる守り神のこと。つい先日の大災害の時もお社様のたたりだってお年寄りたちが騒いでいたみたいだけど、あれってどういうこと？その前に約束してください。何を？私は知っていることここで全部話します。だからこれ以上は聞いても調べても何も出てきません。それに多分他の雛見沢出身の人に尋ねても今話す以上のことは出てこないと思います。それで？だから今後私と私の周囲の人たちに対して雛見沢について聞き込みをするのはやめてください。もうこれを最後にしてもらいたいんです。ああ、
わかった。約束します。あなたと雛見沢の話をするのは、これが最初で最後。これでいい？すみません。じゃあ、話します。お社様について、でしたよね。うちのおばあちゃんは、雛見沢の人間が村を捨てて出て行ったことが、雛見沢ガス災害、つまり、お社様のたたりの原因なんだって言っています。お社様は、村人が村の外へ出ることを許さない。それを破って出て行く者は、必ずたたられて不幸が訪れる。その結果、だそうです。村を捨てて外に出ていくとは、単なる移転とか引っ越しでも？それ以外にも、旅行も少し前まではダメだったと聞きました。だから、無断で出て行った人には、お社様が必ず後ろについて回って、足音が聞こえてくるようになるって。私が聞いたわけじゃないけど、その人が道を歩いていると、その足音が必ず一つ増えて聞こえるそうです。奇妙な神様もいたものね。そこまで恐れるほどのたたりが本当に存在するの？私は正直あまり信じていません。それにおそらく若い子の大半は私と同じだと思います。でもお年寄りの人たちは、綿流しのたたりが起こって以来、お社様への信仰と畏怖をものすごく強めていきました。綿流しのたたりが起こってから？それじゃあ次の質問。その綿流しのたたりと言われている毎年の犠牲者のこと、よくご存知ですね。でも、私は沖宮にいたから、詳しくは。構わないわ。お願い。4年前の、雛見沢ダム建設反対運動の時です。私の親戚のおじいちゃんが村長で、その指揮を取っていたんですが、工事現場の監督さんが綿流しの日の晩に殺されました。犯人は現場の作業員さんたちだったそうです。その事件はこっちの新聞でも掲載されたわ。犯人グループは死体をバラバラにしてそれぞれが隠匿した。ただ結局は一人を除いて逮捕、残るリーダー格は逃亡して現在も行方不明だそうだけど。あの事件は雛見沢の人たちが反対するダム建設の関係者が殺されたので、半分冗談みたいにたたりだと言われていました。だからその時は誰もお社様に対しての怖さというか信心の気持ちはなかったと思います。状況が変わったのは、その次の年からです。ダム建設賛成派の指導的立場で、国からそのためのいろんなリベートを受け取っていると噂されていた北条家の夫妻が、綿流しの日に亡くなったんです。崖からの転落事故でした。
すごく不謹慎な言い方になりますが、村の大半がザマアミロの気分でした。私も北条家のご主人あまり好きじゃなかったし、そしてそれを契機にして日和見だった人たちが建設反対派に迎合、村を二分した対立はそこで終結しました。